緊張してる時やけん。はい。男子三段跳び決勝、先ほどの跳躍は松山北の中本くん、記録は14メートルちょうどです。男子三段跳び決勝は5回目の跳躍に入ります。
6698番、2番。フィールド映像内で行われております男子やり投げ決勝は5回目の投てきに入っております。Yeah!
段跳び決勝は6回目の跳躍に入ります。男子走り高跳び、男子8競技走り高跳びの結果です。伊藤塩谷チャンス君、聖カタリナ学園、1m74、577点です。以下はスクリーンをどうぞ。